立憲民主党にただのイチャモン、ひぼ中傷と激怒、松原陣、泉健太が暴言、10日に立憲民主党の泉健太代表が X 旧ツイッターにて、松野官房長官、まさか辞任の際に、首相官邸の官房長官室の金庫から官房機密を持ち出すことはしないだろうな、過去、何度も金庫が空になったと聞く。 岸田総理、そんなことは絶対に許されないぞ、などとの暴言を吐いてしまい、日やがさとし、大炎上してしまっております。この暴言に対して国会議員の松原仁さんは、これはただの一夜門、誹謗中傷、早期に撤回なされるべきかと、などと批判され、まあ、さらに悪夢の民党政権の松野官房長官も持ち出していたとの批判も出てしまっておりますが、 まあこちら、普段の口調と違うとして泉健太代表のアカウントを使って別の人物が投稿した恐れがあるとの指摘も出てしまっておりますけれどもまた、官房機密費に関しては民主党が官房機密費公開法案を提案しておりその後、悪夢の民主党政権となった後も法整備は行われず官房機密費の内訳が 公開されることもありませんで,した、まあ、ですので当時の民主党政権と民主党が、まあ、官房機密は、まあ、簡単に扱える代物ではないと判断したものと思われますが、まあ、この官房機密に関して、まあ、確認されたのであればまずはです、ねまあ、立憲民主党側には党内にいる枝野元官房長官などに確認されてみてはいかがでしょうか。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。